さんのスポーツワールドへいらっしゃい。さあそれでは本日放送スタートです。2020東京オリンピック開催イヤー、一発目は卓球です。スポーツ友好平和活動協会理事、妄想スーさんことマスター鈴木が、さあカラオケスーさん特設スタジオから本日はオリンピックの代表が決定、卓球でございます。さあ皆さん、うい決まりましたね。決まりましたね、3人目が、うん、3人目がね、はい、ダブルスの、うん、男子は水谷選手、女子は平野美宇選手に決定いたしました。はい、まあ鈴木の中では順当かなと、まあ、あの国際大会のやっぱりダブルスのね、うん、その成績を加味すると、はい、まあ、一番安定感といいますか結果を出しているこのコンビね、はい、要するに混合ダブルスもありますので、うん、混合ダブルスは、水谷選手と伊藤美誠選手、この、うん、このペアで、国際大会準優勝何度も取ってますしね。混合ダブルス、そう、あの新種目なんですよ。なるほど。で、みやちゃん、これ今年ね、はい、決まった代表、うん、まあ、男子から述べていきますと、男子は、ランキング一番最上位の張本選手、うん、はい、そして丹羽選手、丹羽選手はジュニアの頃に国際大会で優勝の実績もありますし、うん、はい、なんたってそのこれ男子女子2人とも女子の糸男子の庭というこれ変幻自在のね、うん、型にはまらないスタイルを持ち味としますんでね。で3人目が、水谷選手。水谷選手はもう実績十分のね、うん、そうですね、はい、4大会連続かな、オリンピック。ちょっと畑陽子さんに顔が似てるっていうね彼ですよね、一時期でね、それでね、はい、ちょっと一瞬そういう話になってありましたね、うん、あったわかりました、大丈夫です、はいはい、ただこのところちょっとね腰痛であったりね、うん、あと一番は心配だったのが目、あ、目、なんか眼鏡、ね、違う色のかけてましたね、視力というかね、うん、あの国際大会今すごい照明が、うん、の鮮やかになって、はい、でなおかつあの暗い会場で、なんですか、コート卓球台だけあの照明で照らし、ガビ上がらせるという、はい、そういう演出もあってね、でその会場によってねすごい照明が違ったりするのよ、はい、それでどうもなんかボールが球が見づらいらしいんだよね、水谷選手ね。それであのいろんな試行錯誤しながらその眼鏡をねかけながらやってるっていうね、水谷選手がちょっと苦労しながらしてますけども、まあ結果をね出してますのでね、で腰痛の方もだいぶ癒えたみたいで、なるほど、うん、まあこれで男子がこの3人と、実績も経験も十分というね、いやそうね、女子が、で女子が、はい、入ってきました、ランキング最上位で、伊藤美誠選手、はい、まあこれはねさすがにあの美誠パンツ、うん、美誠さんですね、変幻自在の、はい、まあレシーブでもそのなんか横回転をかけながらのこのスマッシュレシーブであったり、読めない卓球、いきなりカウンターが来るっていうね、持ち味前陣速攻ですね、はい、で、あとはもう2番手、うん、これも、今はね若手から今度は、ベテランとして引っ張っていく立場になりました石川佳純選手、佳純ちゃんですね、うん、はい、1月の時点でね、世界ランキング9位ということで、はい、同じ大会でね、うん、この2人目のシングルス代表の代表を争ってた、はい、平野美宇選手、うん、でこれで、平野選手が勝つと、うん、平野選手が代表だったのかな、うーん、両方2位に上がるというね、日本ね、そう、両方勝っても確か平野選手が代表だったんだよね、なるほど、で両方とも初戦負けしちゃったんだよ、なるほど、そうそうそう、痛恨の、うん、はい、まあランキング的には石川佳純選手の方がランキング上位で、平野美宇選手の方がランキング下位の選手だったんですけども、ちょっと相性的な問題もあってね、はい、うん、そこでシングルスの代表は石川佳純選手になったということですけどもね、で3人目が、はい、平野美宇選手、はい、美宇選手ですね、こちらもダブルスの相性などもいろいろね、
ここばっかりはあのランキングじゃないのでね、推薦なんですよね。もうその本番で結果が出るかどうかっていうことも加減してるね。そう、この辺りはやっぱり3人目、まあ、分かりやすくすれば本当ランキングなんだろうけど、これ3人あの1位、1番手、2番手、これがシングルスなので、これはランキングも大切ですし、はい、で3人目っていうのは、うん、まあ、ダブルスであの団体戦がね、はい、ありまして、あります、ね、これが団体戦では一番最初の試合がダブルスから始まるんだよ。なるほど、今までちょっとケースが違うんだよね。ダブルス最後ですよね、今ね。最後じゃないの、でも最初じゃなかったよね。そうそうそう、うん、それでダブルスから始まり、うん、シングルスが、はい、3試合だったのね。これで2勝2敗であれば最終5試合目にシングルスが待ってるわけ、はいはい、だから最多5試合、うん、でも基本的には4試合やるということなんだけども、これがねまたねちょっとルールが少し複雑で、はい、チームとして、はい、ABC、うん、XYZ っていうこの2つのこの方式があって、どちらかを選択しなければいけないんだけども、このルールはちょっと皆さん、あ、ここでご説明するのもなんなんで、新ルール、新ルールでも新ルールなのかな、あれちょっとそこら辺はまだね、あの調べ上げてないんですけども、はい、なのでお互いにね、うん、相手のその先発の、うん、これ順番も読みながら、でも相手も強いのが出てくるのか2番手が出てくるのかっていうのもある、ね、その順番もその試合ごとにまた変わってくるので、はいはい、その辺も読みながらね、うーん、やっていかなきゃいけないわけですよ。なるほど、だから非常にこれは戦略的にも相手のね分析も進めながら戦っていかなきゃいけないんじゃないか、はいはいはい、いうことですけどもね、これね、まあ一番このところ男子も女子もね、うん、団体戦の方はメダルをしっかり獲得していて、それで、うん、男子の方はリオの時にはあの水谷選手がメダルを、はい、取りましたね、取りましたよね、うん、ただ女子の方は個人的にはメダルはちょっと確か届かなかったのかな、ね、うん、でこれね、みやちゃん見てみると男子も女子もさ、うん、世界ランキング上位、男子に限っては4位までの中国選手全部中国だよ ね女子に限っては、うん、7番手まで6人が中国選手、8人目もシンガポールだけど、これ中国人でしょ、これおそらくね、もともとね、フォンティエ、そう、この選手はもう有名なのよ、ずーっと前からもうシンガポール代表出てるね。これあれですか、うん、中国は丁寧選手は代表に入れないんですか、このままいくと、このままいくと入れない、世界ランク7位ですね。そう、丁寧が今7位だから、丁寧さん、帰化、土壇場で帰化とかしねえかな。そうですね、修練も今6位だからね。この人も有名ですよね、うん、あれね、若手が本当に伸びてきてて、リュウシブンが4位よ、ね、リュウシブンってなんかずっと1位だった人、そうそうそう、ね、今ねこの2位のね、うん、この孫選手、はい、この選手がもう伸び盛りで、その今ね、うん、7位まで中国選手の中に、はい、唯一伊藤美誠選手が3位ですごいですよ ね、 これね、すごいことなんですよ。これでも中国人も恐れる伊藤選手っていう、ね、中国メディアもかなり警戒してるんですよ、はい、ね、今回オリンピックの見どころとしてね、はい、鈴木はね、うん、あのリオの時のね、うん、あの団体戦を見ていてね、はい、時々あの応援 の、 その席が映るわけ、うん、その時にその当時リザーブドっていうかその補欠というかな、はいはい、平野さんがね、うん、やっぱりあのスタンドで応援してるんだけども、はい、そのカメラで抜かれてる時、うん、表情がめちゃめちゃ暗かったのよ。やはり代表になれなかったっていう悔しさと、あそこの、ね、戦ってる場に自分が立っていたかったっていうなんかいろんな思いがあったと思うんだけども、はい、それで練習中にねその網を持ってねボールを拾ったりする、そういうちょっとした平野選手のドキュメント僕見たことがあるんだけども、なるほど、とにかく悔しいという悔しそうというか暗かったんだよね。出てこないとね。ただ、はい、リオが終わってからの国際大会で、はい、中国選手を1位の選手から撃破してって、ね、優勝したんですよ、はい、それの時にハリケーン平野っていうね、ハリケーン、ハリケーン平野っていう中国人選手も
恐れる中国人選手も恐れる前陣速攻ね、はい、中国がなぜ強くなったかというと今まではやっぱりヨーロッパ日本がずっと強かったわけですよ、はい、で中国人はその時には全然強くなくて、うん、でに日本の確か何さんだったかな中国へ渡って卓球をこう広めていったんだけども、そうなんですね。そう、もともとは日本人が中国へ渡りその復旧させたんですよ。はあ、そうなんだ。そう、それで、中国がどうして日本が強いんだということを研究して、はい、ある卓球の映画ができたんだけども、はい、それを中国が取り寄せて、なぜ日本が強いのかと、強くなっていくにはどうしたらいいのかということを研究して、日本以上の前陣速攻型の卓球をもう中国は強化していたんですよね。前陣速攻というのはもうとにかく前で前でさばいて、もうね、下がらない、うん、バカすかこう打つってことですね。もうね、とにかくスピ、そう、台から離れずに、うん、とにかくスピードで勝負するっていう、はいはい、だから見ていて分かる通り、うん、おそらく他の選手であればラリーの中でね決まったと思う球が中国人選手の場合返ってくるんだよね。それで最後にはやっぱりその粘り負けというか逆襲があるわけですね。なるほど。それに対して、日本の3選手 もうほぼ前陣速攻なので、はい、もう伊藤選手、平野選手に関してはもう中国人と同じような前陣速攻をスタイルとしているのでね、まあ、そこら辺のねやっぱり前陣速攻となるとやはり中国人って強いので、そこに一役買ってるのはチキータですかね。まあ、チキータはまあどこの国の選手も あれはもう当たり前になっちゃった。そうそう、僕の中でもしね4人目がいるとしたならば、僕女子の場合はね佐藤選手が面白かっただろうなっていう、そのカットマンがいるんですよ。カットマン、カットマン、はい、先日もね確か直近の大会でね、うん、確か中国人に勝ってるのかな。なるほど、うん、前陣速攻ってやっぱりちょっと読めないような叩いていくわけですね、うん、で、はい、やはりリズムをね少し乱すようなね、はい、例えばカットマンであったりとかね、そういう佐藤選手のような佐藤選手が面白かったかなとは思うんだけどもね。なるほど。相手ダブルスとかね、やっぱり相手は中国人だけじゃないので、中国だけじゃないのでね、まあそうですね、うん、それも加味して平野選手に決まりましたけどもね。あとは一番ね、はい、やっぱりシングルスはこの中国の壁がねすごい厳しいと思うんだけどもね。ですよね、はい、まあ、ただ地元ですからね。そうね、それもあるしね、はい、ということでね後半はね、うん、その種目別についてちょっとお話をしていきたい。